なんかアイラちゃんがホテル代払えないみたいな感じで、でなんかその警察来ちゃってるらしいんで、いやなんかこう警察から電話かかってきて、はい、ちょっとあのホテル代どういう話を、僕がどういう関係で話をしたか分かんないですけど、アイラちゃんがあのもう結構それでもう行かないといけないっていう感じになっちゃったっす、強制的に。いや確かにちょっと怖いっすね。まあこう、まあ、お客様とかじゃないんで、その甘やかしたりとかしちゃいけないなとか、まあ、僕もあまり払いたくはないなっていうふうには思うんですけど、やっぱこう妊娠とかしてるし、そのまあお子さんが生まれるっていうのと、まあ、体調的なもんで、まあ、ちょっと見て見ぬふりはできないなっていうふうに思っちゃいましたね。なんかこう9月の初旬か中旬ぐらいにお子さんが生まれるっていう感じなんで、なんかこう、まあ、仕事なかったりとか住むところとかも、まあ、よくわからないんで、本当今回限りだけ助けてあげようかなっていうふうに思います。そうっすね、なんかその両親じゃないですけど、なんかまあ見て見ぬふりはちょっとできなかったっすね。なんかわかんないですけど、それでなんかあの時行かなかったからこうなっちゃいましたとかなっても、まあ、僕からしても結構罪悪感出ちゃいますし、あ、そうです、撮影してました、 TikTok の撮影です。タクシーのお金ないみたいな感じで、で言われてきたって感じです。こういう体だと思ってた、この妊娠する前、胸とかはこんな感じ、ごめんなさい、威張ってるわけなくて、当然そういう付き合いがあったのかな。うーん、そうっすね、鬼電がちょっとヤバすぎて一回ちょっとあの非表示にしてしまったんですけど、ちょっと電話がすごかったですね。100人超っすね。まあそうっすね。近くですね。思ってたのかもしんないっすよね。思ってないかもしんないですけど。確かにどうなっちゃうんですかね、連れてかれるんですかね、どうなるんだろう、保護みたいな感じになっちゃうんですかね。言ってるんですけど、タバコ吸って、あなたは
逆になんかカメラ回されて、うん、あ、関係するね、うん、はい、力はないですで、はい、そんなことであなた考えて変わりますからって言ってタバコを外まで出すのが、はい、そう、それで、まあでも吸ってる時に警察の方が見えたんで、はい、で、いつかって、で、いつもやってるんです。はい、それは知ってます。いや、知らないです。はい、はい、まあ、出禁にしたんですけど、うん、その時気づかなかったのか忘れてたのか、はい、入れてしまったので、まあ、警察の方に そこは私たちのノーミスですよって怒られました。あ、私たちも怒られました。あ、はい、いや、本当すいませんでした。いい、やっぱなんかどうしようかなのかって、歌舞伎町も全部できなくて、あ、今言われてたんで、うん、すいません、どうも、すいません、どうも、ありがとうございました、はい。そうっすね、言ったかもしれないっすね。確かに新しいな。いやー、なるほどっすね、こういうパターンもあるのか。確かに、はい、ゼロですね。何してるんだろう。これ延長料金2400円だったじゃないですか。ってことはもうお金全くないから、その妊娠してる状態で所持金0円で歌舞伎町をうろうろしてるってことですよね。再び、そうです。なんかとりあえずこう電話かかってきて、なんかこう、まあカフェにいるから来てくれみたいな感じですね。いや、どうしたんですかね、持ってるんですかね。確かに危ないし、なんかそうっすよね、それは思うっす。素直な話聞いてくれてるなって思いました。普通になんか会話が難しいですけど、なんかこう話は聞いてくれてるというか、なんか落ち着きながら話してくれてるなっていうのは思いましたね。そうっすね、いい方向に行けたらめっちゃいいっすけどね。こんにちは。おいしい。全然いい。席。荷物持ってあげるね。そうだよね。これが持ってあげるか。だから回して回して。
でもない。いつもまだ喋ってなくて、あーとかあーとか言ってないのに、他の人の声を間違えて何聞こえないのかなって思って聞こえてはいますけど。始めました。実は2回目、3回目ですね。なんて聞こえるの？いろいろ聞こえるの？